シエラデ・サン、フランシスコの祝い軍は、メキシコのバハカリフォルニアする州のシエラデ・サン・フランシスコ、地域に見られる、戦死時代の祝い軍である。バハカリフォルニア半島での先住民コチミ人やグアチミ、人の、かつての生活の様子を伝えるものである。これらの先住民については、より北から移住してきたということぐらいしか知られていない。 岩江軍群は、シエラでサンフランシスコの岩壁やホラー穴の天井などに描かれており、18世紀のイエズス海士、フランシスコ・ハビエルによって最初に発見された。およそ250地点に描かれている。岩江軍群は、北メキシコのバハカリフォルニアする州のエルビス海の生物圏保護区の範囲内に位置している。岩わ群は離れ離れで、かつ治安が悪いことから、アクセスは困難を伴う。 古くは、岩江軍には2メートルもの人物像が描かれていることなどから巨人たちによって描かれたとも信じられていた。岩江には、魔術的な信仰を表したものも含まれるほか、武器や多彩な動物が描かれており、抽象的な図像も見られる。岩江軍は、メキシコ北部からアメリカ合衆国南部に住んでいた、狩猟遊牧民集団の文化に関わるものであると、 見られ、大航海時代以降のアメリカ大陸植民地下の影響は見られない。描かれたのは、紀元前1100年から西暦1300年のことである。この地域は、バハカリフォルニア半島での戦士的芸術の最も重要な集中地である。この岩絵群は、描かれている人や、動物の美しさや、色彩の鮮やかさ、さらには、 保存状態の良さなどの観点から、メキシコ国内のみでなく、国際的に見ても傑出した部類に属する。こうしたことから、1993年にユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。